前は2列並走の形です。初手は後ろ攻め4番手だった5番の角瀬陽介が青番バックで上がっていきまして前段の位置まで上昇してきています。5番の角瀬、4番の青木亮太がそのマークでジャン前に抑えました。2番の大井隆は車を引いていきます。ジャンの2センターから4コーナーカーブ、7番の辻元がどうでしょうか、切り替えてといったところで大井隆は7番手に置かれまして最終周回です。ジャン前に抑えました。5番の覚醒のペースになっています。マーク4番の青木亮太、1番の藤原義晴3番手、3番の大崎義人4番手、6番の倉井武は短期で5番手、切り替えた7番の辻元健一、最後方2番の大井隆で縦1本で3コーナーカーブを切っていきます。先頭は5番の覚醒陽介、マーク4番の青木亮太、3番手は1番の藤原と体型全く変化なく4コーナー回って直線です。先頭は5番の覚醒陽介、5番の覚醒が押し切ったか、お疲れ、見えなかったね、よっしゃ、よろしいお疲れ、お疲れ、いいよっしゃ、昨日よりいいんで全然、うん、本調子もうちょい前ぐらいですね、はい、まあ多分ね、前のレースで勝ち上がってた難関の先輩がこうドキドキしながら見てたと思うんですけど、そうですね、勝ち上がって一緒に、はい、明日は、まあ、これで完全に、あと王手になりました、ね、そうですね、はい、どんなレースを決勝戦でしていきたいと思います。そうですね、やっぱ結果より内容で負けないように先行できないか、風強そうですけど大丈夫ですか。そうですね、もう風強くてもやっぱ行けなきゃ若いうちはダメだと思うんで、そこはもう勝てたら関係なくて行けるとこから行ってます。いやちょっと今日は、まあ、大井さんの後ろにつけっていう番組だったんですけど、まあそうですね、ちょっと申し訳ないけどやっぱり一番点数自分持ってるのでちょっと覚醒君の番で視聴させてもらったんですけど、うん、ついた感じそうですね、もう冷静落ち着いて踏み直しもしっかりして、うん、はい、もう言うことないですからね。